すみっこ暮らしの映画が楽しいパーティーゲームになって新登場。任天堂スイッチ映画すみっこ暮らし、つぎはぎ工場の不思議な子。それでは早速ゲームの内容を紹介していくね。最初に遊べるミニゲームが表示されるよ。まずはルール説明をしっかり読んで、自分が操作するすみっこを選んだらミニゲームスタート。このゲームで遊べるミニゲームは映画のエピソードが元になっているものばかり。全部で20種類のミニゲームが遊べるよ。ミニゲームはすべて家族やお友達と最大4人で一緒に遊ぶことができるよ。タイトル画面のみんなで遊ぶを選び、プレイ人数を選択し、みんなで遊ぶ時のルールを選ぼう。2対2で競ったり、5つのミニゲームの得点で競うなど、その時のメンバーと遊びたいものを選んでね。ミニゲームが終了すると、みんなの結果が発表されてパズルのピースがもらえるよ。パズルのピースを見てみよう。ところどころにピースがはまっているのが確認できるね。1枚のジグソーパズルに全部のピースがはまると、そのパズルは何度でも遊べるようになるよ。映画の世界をパーティーゲームで楽しめる映画すみっこ暮らし、つぎはぎ工場の不思議な子、ゲームで遊ぼう映画の世界、11月16日発売、キャンペーン実施中。